日本医師会常任理事江澤和彦先生よりご挨拶を頂戴いたします。江澤先生、お願いいたします。皆様、おはようございます。ただいま、ご紹介に預かりました、日本医師会の江澤でございます。えー、本日は、六年間、第六回の認知症医療・介護推進フォーラムということで、戸場先生はじめ、杉浦理事長をはじめ、関係各位の長きにわたるご尽力に、これ、敬意を表したいと思います。 国の方でも先般安倍総理が出席されまして認知症施策を推進する関係閣僚会議が開かれまして5月には対抗が取りまとめられるということでございますけれどもその中で地域共生社会の共生とそして認知症の予防というこの2つを共生と予防を車の両輪としていくということが柱となっておりまして我々日本医師会としましても 私たちの今の方針の中にかかりつけ医を中心とした地域づくりというのを一つ大きなアドバルーンを掲げておりましてその中で認知症の方にも優しい地域づくりというのはあの非常に重要な、えー、位置づけとして考えているところでございますあの日本司会におきましてはまずあの認知症にこう理解のある医師ということでかかりつけ医対応認知症の対応力向上研修平成29年までに延べ 58, 人の医師が研修を終了しておりますそして認知症の地域で地域づくりに応援するそして認知症のかかりつけ医と連携をしたりアドバイザー的な役割をする認知症サポート医これが今年度で今年度で国の目標の1万人にもうすぐ到達する9950人まで来ておりまして非常にあの認知症に対する理解が医師会の中でも大変進んでいるというふうに え思ってていいるところででございますの,でえぜひあの,ねあのそして認知症が他の例えばえ糖尿病とか高血圧とかえと大きく違うところはまあもちろん特効薬は残念ながらなかなかない中でえ非常に介護サービスとか人との関わり方とかえ換気周囲の環境によってかなり認知症という病気はコントロールが可能であるとですから薬以外にもっとねいいものがたくさんあると。 えーいうふうに考えておりますので我々日本医市会としましてもぜひ認知症の方々のご支援、えー、並びに地域づくりについてこれからも、えー、まあ全力を注いで頑張っていきたいと思っておりますので何卒よろしくお願い申し上げます本日はあのこのような会が正解に開催されることを本当に心より応援申し上げて私のご挨拶とさせていただきます本日誠におめでとうございます